サニックスカップ国際身体相談体選手権2019の開会式の様子サニックスカップ身体相談体選手権は毎年11月にグローバルアリーナで行われる団体大会である主催は一般財法人サニックススポーツ振興財団と株式会社グローバルアリーナキッズ、チャイルドとジュニアの年齢カテゴリーで計路部門での競技がある海外からの参加は 目下のところ、ジュニア団体のみに限定されている。2020年秋に開催予定の第18回大会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止された。サニックスカップは、ブルガリアの名門、レフスキー新体操クラブの来日を機に、ジュニアの新体操の普及を図る目的で始まった大会である。ブルガリアの選手が、グローバルアリーナで開催された、 国際交流イベントのブルガリアとキャンドルのクリスマスの一環として招待された2001年12月に合わせ福岡県内の新体操クラブ参加の新体操フレンドシップ演技会が開かれその中で来日選手団が模範演技披露と新体操指導を行ったブルガリアの文化とスポーツの紹介イベントがそれ以降も続けられ翌年10月に再来日した レフスキー新体操クラブの選手を迎えるグローバルアリーナ新体操フェスティバルを経てサニックスカップ国際新体操団体選手権は2003年10月にスタートした2011年まで国内チームのみ参加の大会だったが第10回記念大会よりレフスキー新体操クラブをはじめ海外からのジュニア団体の出場も認めるようになった今まではアゼルバイジャンブルガリア カザフスタン、リトアニア、タイ、タタールスタンとトルコのジュニア代表チームをはじめ、オーストラリア、中国、韓国、マレーシア、ロシアと台湾のクラブ及び学校チームの参加があった。都市演技から主具を扱う演技に重点が置かれるようになっていく中で、競技種目も年々増え2019年大会では5つの年齢カテゴリーで計6種目に上った。そのうち、 双葉キッズ団体、三つ葉キッズ団体は、競技制がなく演技発表との形で行われる。小学生低学年団体と小学生、高学年団体の競技は、1回のみの演技披露で、順位を競う。チャイルド都市主グ団体とジュニア団体の競技は、2日間に、かけて、予選と決勝に分かれている。なお、海外チームは、予選結果に関係なく、全チーム決勝に進む。 2008年から14年までの間年によって2つの種目で競技あり2011年まで、年のみ2012年から2013年は都市都市、年と年主グの2カテゴリー2014年以降は都市、年主グのみ2014年に新設。2015年までは順位をつけていなかった。2014年に新設。2015年までは順位つけていなかった。ありがとうございます。